コンラート一世は、モンフェラート公。エルサレムを即位直前に暗殺教団の狂人に倒れた第3回十字軍側の英雄の一人。通称は、コンラド。彼の武勇は、イスラム側からは、アルマルキシュの名で恐れられていた。イタリアでも、名族で知られた、モンフェラート公アレラーミチ家の出身。1179年、モンフェラート公爵と当時の東ローマ帝国皇帝。 マヌエル一世コムネノスとの同盟に基づき、コンラドは軍を率いて出征し、帝国の内乱を鎮圧した。コンラドは、自由権利の名称であったことから恐れられたが、この頃に、東ローマ帝国は次々と皇帝が変わり、1185年に即位した皇帝イサキオス二世イアンゲロスが、とりわけアングなために、帝国の内乱は増える一方だった。1186年の冬、 イサキオス二世アンゲロスは彼に自分の姉、テオドアを妻とするよう要請し、この頃東、ローマを去って十字軍に加わろうと考えていた。コンラドもこれを受け入れた。1187年春に結婚式がコンスタンティノープルで行われ、このことで価格もその存在も一段と高まった。結婚後すぐさま、アレクシオス・ブラナス将軍の反乱の鎮圧に向かい、将軍を殺して、 反乱を収束させた。彼は金ね東ローマ帝国内の反ラテン感状を息苦しく感じており、またブラナスの一族による復讐も心配となった。彼はコンスタンティノープルを去り、1187年の7月にエルサレム王国に移って港湾都市ティルスの守りを任された。折しも IU 部長のサラディンによる地中海沿岸諸都市の陥落と、 八ンの戦いでのエルサレム王国軍の大敗によって、首都エルサレム陥落は時間の問題であり王国は滅亡に瀕していた。彼はティルスに迫るサラディンの軍に対し市民を鼓舞し、人形を整え、イタリアの小船団の助けも借りて待ち構え、地形を利用してサラディンの大軍を少人数で撃退した。エルサレム陥落後の同年11月、ティルスは、 エルサレムからの避難民で溢れ返っていたが、サラディンは、サイドリクと、海からティルスを攻撃した。コンラドは城をよく守り、弱点とも言える、海岸線でもエジプト戦による攻撃に対し焼き打ちで、撃退して、初戦の数週間を守り抜いた。長期戦になると考えたサラディンは、ティルス向上線を諦めた都市の征服に向かったが、これは、コンラドの能力とティルスの上陸拠点としての、 重要性を甘く見た、サラディンの失敗だった。コンラドは、国王のギー・ド・ルジニャンが、捕虜に取られ、ロードも、ティルスの港だけとなったエルサレム王国において、求心力を高めていく。1189年、ギーはサラディンにより解放されるとティルスに赴き、コンラドから、死の鍵を奪おうとするが、コンラドはこれを拒否し、逆に発展の戦いにおける敗戦でギーは大たる。 資格を失ったと主張した。彼は、ギーとその妻で正式な王位継承者のシビーユの入場を拒んだが、ギーとは、アッコンの港に対する数年にわたる包囲戦で協力する。包囲戦の最中、1190年に、シビーユとその娘たちが病死すると、王位継承をめぐるギーや、その他貴族たちとの争いにこんなども巻き込まれる。このような中、各地で、 俳優部軍を撃退して有名を馳せたこと、その価格などから、コンラドは支持を集めるようになった。本国の親戚たちの助けも借り、コンラドはエルサレム王国のアモウリー一世の娘で、シュビーユとは母違いの妹にあたる王位継承者イザベル一世と結婚している。この時、以前結婚したテオドアはまだ生きていたため重婚の疑いもかけられたが、 戻ってこない彼に対する離婚の申し出が、東ローマの方からあったとも見られ、さほど大きな問題とはみなされていなかったようである。彼は王となる資格を手に入れたが、なおもギーラは反対しており、王に即位することはできなかった。1189年、第三回十字軍が開始されると彼も合流し、ティールスの港を大軍の上陸拠点として提供した。この頃、 第三回十字軍は、リチャード一世とフィリップ二世が対立していたために、サラディン率いるイスラム軍の前に連戦連敗し、シリアにおいても、ティールスを除いた、都市すべてがサラディンに奪われるなど、不利な状況にあった。ところが、コンラドは、かつてわずかな兵と共に、ティールスに入って、全軍の指揮を取りサラディンの大軍を撃退したことが、知られており一目置かれていた。 彼は、リチャード一世と共に、悪根攻撃を強め、1191年7月には、陥落させて、城にエルサレム王国の旗を立てた。十字軍に参加した騎士たちは、仲間内で対立を続けている、リチャード一世やフィリップ二世より、コンラドを十字軍の指導者にすべきと求め始める。また、 エルサレム王としての即位とエルサレム王国の復活も諸侯から認められることとなった。これに対してリチャード一世は反対し、家臣の一人を王の対立候補として挙げようとしたが、コンラドに出会ってその人格を知ると王位継承を承認したと言われている。しかしコンラドの存在はサラディムをはじめとする。 イスラム側にとっては脅威でしかなかった。また、ギーやリチャード一世をはじめとして十字軍内部や王国内部にエルサレム王位をめぐる敵が多かった。イスラム側か十字軍側か誰の依頼によるものかは今でも不明だが、1192年4月、ニザール派はコンラドの暗殺を計画し、コンラドはエルサレム王として即位する直前にニザール派の死角に襲われて暗殺されてしまった。 コンラドとイザベル一世の娘マリアは、後に、イザベル一世の後を継いで、エルサレム女王となり、ジャン・ド・ブリエンヌと結婚した。弟のボニハーチョは、ボンフェラーと子を継いで、第4回十字軍に参戦することになる。ありがとうございます。